といきますよ。はいはい、続いて広瀬正さんから。日本と海外でのタイヤの違い、メーカーのフィロソフィー、エンジニアリングを含めてセットアップなどの考え方の違いなど、文化的に海外でレースに参戦して感じたことなど聞きたいです。まあちょっとね、ちょいちょいこの話、似たような話がちょっともう挟み込まれてますけど、エンジニアリング含めて、エンジニアリング含めてね、まあそこ僕結構ちょっと言いたいのが、まあ本当に何ですかね、F1 ドライバー日本人でも何人かねいらっしゃるんですけど、その人たちもすごい多分同意見だと思うんですけど、エンジニアリングって結構違くて、例えばスーパーフォーミュラと F2 のチームでは、もうなんか見てるそのデータの内容だったりも全然違うんですね。まあ本当に僕はそのテストドライバーとして F1 チームともトレーニングしてたんで分かるんですけど、ヨーロッパは本当細かいですね、見てるデータが。日本は結構、まあ、どっちかというと大雑把なデータの見方してて、そういうとこで見落としが結構多いんですよ実は。でもヨーロッパは例えばタイヤのね、その摩耗もちゃんと終わった後に全部測定するし、測定してその出た結果をねタイプして、でファイルを作って、で全セッションのねファイルを作ってるんで、この時はここの例えば4つこう穴開いてるじゃないですか、タイヤの表面に。どれだけ減ったかを、山をね、あれを計測するんですよ。でそうするとどこが片減りしたりとか、そういうのも分かるんですよ。そういうのはあんまり日本でやってる人いないし、やっぱ先行ってる気がしますね、ヨーロッパの方が。そのエンジニアリングもすごいで、データも新しいもの、パソコンとかも出てきたり、温度センサーとかもいろんなところについてるし、だから日本でテストしても100周かかって分かることがこっちは10周で分かったり、ヨーロッパでねっていうようなイメージ。それはその車から書き出される、パソコンに書き出されるデータの量はそもそも違うってこと？量も多いだろうし、同じだとしても、そのエンジニアがそのなんていうんですかね、もう常識として知ってることが多い、日本のエンジニアリングの常識よりも多いので、なんかそれは感じましたね。F1 と同じところでやってるから、 F1 から降りてくる情報もあるっていうのは、まあそれも多いし、例えば風もそうだし、風が多いから、実際になんかねこう計算して、ここは何メーター早くブレーキ踏むとかって言ってくるんですよ。それも実際にね走ってて分かんないけど、でもそういう情報が例えばあれば、あそっか、じゃあ今追い風で、例えばねバルセロナのターン10でターン11か、今追い風だからちょっと手前にしないとオーバーシュートするなとかっていう情報があればミスしないじゃないですか。でもなかったら、自分が感じられたらいいけど、たまに変わったりとかして、いきなりテスト中にね例えば変わったりとかしてたらオーバーショットするじゃないですか。でフラットスポット作っちゃったとかっていうことになるんで、先ほど言ってる部分でもエンジニアリング結構進んでるなとかって思いますね。もちろんその具体的な数字がね、その要は走ってて分かるわけじゃないじゃないですか。でもその情報があるかないかが違うっていう。全然違うんだね。だから結構賢い人も多いだろうし、本当に面白いですね、こっちのエンジニアリング。はい、では続いていきますよ。はい、じゅんさんから、所属するチームを決める時の判断基準は何ですか？例えばファクトリーの裏口の掃除を手抜きしていないとか。決める基準ですか？まあラストイヤーだから前年度の結果、まずね、そこにですね。で結果っていうのはその全部のサーキットで、もちろんその表上の結果だけじゃなくて、何があっての結果なのかっていうのをちゃんと調べたりとか、であとはエンジニアが誰がいるとか、そこが一番大事ですね、基準は。でその後にバジェットですね。でチームによってバジェット違うので、そこはその2つかな。それでいうと2019年の MP って決して良くはなかったわけじゃない。そうですね、MP は結局ジョーダンが8位か9位、良くなかったんですけど、まあその本当に1個目で言ったように、まあその結果とエンジニアがやっぱりファクター、メインファクターなんですけど、今回の2020の MP は、去年の僕のカーリンの僕のエンジニアだった人、ダニエルっていうんですけど、ダニエレク、イタリア人でカーリンで、3年やったのかな、で MP に移籍したんですよ。でまあ移籍ってどういうことかっていうと、要はその基本的にエンジニアは去年カーリンでやってたデータ全部持ってるんですよ。持ってるっていうのは具体的に、原則的にはコピーとかいけないんですけど、要は頭の中に入っちゃってるわけですよ、全部のサーキットのセットアップが。ってことは MP に指摘してもカーリンのある程度のセットアップは頭に入ってる。でこれは同じことはできるんですね。でもう一人のエンジニアがプレマン、去年 GP3 で F3 ですごい速かったチームのエンジニアをしてたパウロっていうイタリア人が、もう僕のチームメートのエンジニアなんですけど、イコール要は2人ともトップチームから引き抜かれてきて、そのチームごとにそのなんていうんだろう、例えばちょっと若干のねその違いがあるんですよ。例えばうちのチームではこういう手順で、ウォームアップしたりとかしますとか、でも全然違うんですけど、そのいいとこ取りができるってこと。なるほど。やっぱエンジニアがすごい大事なんですけど、で今回その決めた点はやっぱり FP にその2人が来るっていうことで、まあその2人からもすごいこうぜひ僕をっていうことでチームの代表に言ってくれたんで、まあこの話になったんですけど。そういうことなんだ。ノブとしては去年カーリンでやってたのと同じような感じで今年やれるってこと。そうです。だからそれまだみんな知らないんですけど、まあ知らないっていうかね、その結果で示すしかないんですけど、その結果で示せる可能性は高い。やっぱそうじゃなかったらね、例えばトライデントとかね、もちろんオファーもあったんですけど、その実際にじゃあ僕もトライデントに行ったんですよ。イタリア・ミラノに行ってボスとミーティングしてきて、じゃあ来年に対してどういうことをするのって実際に聞いて、うちはこういうふうにこういうふうにこういうふうにやって予算を投資してやるよっていう話をして、あ、OK で、じゃあ MP をどうするのって聞いた時に、うちはエンジニア2人とも変えて、データエンジニアも変えて、4人エンジニア変えるわけです。メカは基本一緒、来年メカはやっぱりパフォーマンスというかそのリアラビリティなんで、あんまりこうねパフォーマンスに関係ないで、パフォーマンス面で昨日も確かに劣っていたから、カーリンから1人ともう1人っていうような感じで、なんか信頼性も落とさずっていう部分でも評価できると思うし、MP は、まあ、まだ始まってないんでね、あれですけど、まあいい、土台はできてるんじゃないかなと。なるほど。決めました。テストでこの間走ったその感じでも手応えはあった？うん、まあパターして僕あれ1位はソフトダイヤ入ってるんで、初日は僕トップなんですけど、そのプライムでは、でまあ初日っていうのもあるんですけどね。でその時の感触も良かったし、でエンジニアが2人ともイタリア人同士なんで、すごいこうね関係がすごい2人がいいし、だから良かったなと思います。まあフィーリング的にもバーレーン、まあ開幕戦どこなのか分かんないですけど、やっていけるんじゃないかなと思います。なるほど。はい、はい、もう一つ質問来てますよ。はい、笑い入れた方がいいですね。はい、じゃあもう一ついきますよ。はい、F2 は2020シーズンから18インチタイヤになりますが、ぶっちゃけ懸念していることはありますか？これも18インチでは走ったんですか？うん、テストが18でやって、なんかね、あれなんですよ。いろいろ事前にいろんなデータがチームからもらってて、あでもないこうでもないって言ってたんですけど、結局あんま変わんなかったです。あ、そうなんだ。フィーリングも何も。要はそのトレッド部分が要は高くなって、その隙間がね短くなってるわけじゃないですか。ってことはこうタイヤが結構硬くなるんですよ、揺れに対して。なんでそのコーナー中とかも空洞が変わるんじゃないかって想像だったんですけど、あんまり今のところはバーレーンのテストではあんまりなかった。ああ、そうなんだ。でデグラデーションはね少し良くなったのかな。だからルーキーとかにはちょっといいんじゃないですかね。あんまり、まあもちろんレディーションあるんですけど、でバーレーンって一番きついんですよね、年でシーズンの中でリアが。だからあそこであの程度だったら多分他のさっきといったらもっと少ないと思うから、相当内圧が高すぎたから18インチになってもあんま変わんないからタイヤのこのボヤボヤ具合を。要は扁平タイヤになってるわけでしょ。だから普通はなんかタイヤ自体が持ってるサスペンション機能が弱くなるんじゃないかって言われてたね。そうそう。でだから縁石を回りとかもすごい大変なんじゃないかって、ライドハイトが跳ねちゃってとか吸っちゃってとかっていろいろ言われたんですけど、今とかもない。ああ、そうなんだ。へえ。特にこう変わらないと。見た目はちょっと良くなりましたし、乗ってては別に変わんないし、切った時に特にクイックになったわけでもない。あんまり、どっちかっていうと車がオーバーステアっぽくなったのかな。どっちかっていうとリアが少しこう弱い、フロントが強くなったって言い方の方がいいかな。弱くなったっていう。だからといって別にリアのデグラデーションが高いわけでもないし。大変。はい、という18インチタイヤの話でございました。懸念してることはないです。特にないです。特にないね。はい、今までの一つある。一つはい、ピットストップ。ほう、重たい。へえ。8キロ重いかな。8キロ。4輪でってことなんだっけな、忘れちゃったんですけど、とにかくちょっと重たいで、前まではこうガンを入れて片手で持ってメカニックをこうやってやってたんですけど、今それできないんですよ。重たいからね。できる人もいるけどできない人も多くなってて、でもなんでかっていうとバンってガンを置いてからこう両手でいかないといけないんですよ。だからこの分ロスなんですよ。だからそこはメカニックが大変。じゃあ今もうメカニックかも、このシーズンの間にも腕ばっかり太くなって、そう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 、だから片手でできるやつがいいってことになるわけでしょ。それはちょっと懸念かな。だから確実にピットストップ去年ね5秒ちょいだったんですけど絶対伸びる、7秒ぐらい多分いくと思う。へえ。じゃあすごいメカニック用意するチームとか出てくるのが対抗が入る、そう対抗が入るときになんかこうみんなこんなオイルがね、あれですね、本当に腕ね、ピットストップで僕やったことないんですけど、あれって筋力じゃないんですよ。あれもメンタルで本当にこうスムースにできるかがやっぱり重要らしいですよ。じゃあやっぱりまたこう聞かなきゃいけないね。みんなでこれ聞いてる。みんな瞑想してるみたいな、走ってる間。聞き始めたらそろそろピットストップになるかもしれない。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、続いてララランドさんからです。普段のトレーニングはどんなことをしてますか？フィジカルだけじゃなくメンタルトレーニングもあるんでしょうか？まあもうこれまさにね今やってらっしゃる。うん、そうですね。はい、まあフィジカルトレーニングはね、まあボーリングなんですけど、うん、いつも毎日やってる地味なトレーニングですよね。はい、やっぱ地味なことを積み重ねないとダメなんですよね。ああ、筋トレですか？基本は。いやいや本当に筋トレもあるし、うん、走ったりこのエンデュランス系のトレーニングも多いし、でねドライバーって別に筋力いらないんですよ。うん、何が必要かっていうと。うん、ハンドル切りながらあっちみたいにこっちみたいにするじゃないですか。だからコーディネーションなんですよ。だからトレーニングのメニューもこんなガシャガシャやってるのはあんまなくて、例えばなんだろう、走りながらこうキャッチボールしたりとか、あなんか複雑なキャッチボールやってますよね、はい、だったりとかいろいろそう組み合わせたトレーニングが多いです、うん、そういうのをやってこう頭を使って使うのに慣れるというかね、体をこう同時に違うマルチタスクっていうんですけど、そういうのが多い。あれファンゾーンでもあるじゃん、なんかいっぱい光ってなんか反応速度だけで、あれ反応速度だけじゃない、でもあれもあれでしょ、オーメラメディシンとか行くと測られるでしょ。そう、あれもありますね。ああいうのもやってて、やっぱメンタルはレースはすごい大事で、本当にずっと走ってるとやっぱ当然疲れてくるんで、こうブレーキとかもね足が疲れてくるんですよ。で足が疲れてくるとこうコントロールがどんどん雑になってきたりするんで、まあそこはまあやっぱりね、なんだろう、こうスクワットとかしてねトレーニングもするんだけど、やっぱりそのエナジー配分っていうんですか、最初のうまくいかないと最後に疲れてきちゃったりするんで、そういう部分も落ち着いてこう考えながら走ってっていうトレーニングはやってます。あれ足がつったりとかしない？僕はないですけどね。でもつってるドライバーいるらしいです。あ、やっぱりいるんだ。釣りやすい人っているじゃないですかね。塩分が足りてないとかいろいろあるんですけど、僕はないんですね。あんな狭いところで釣ったのも大変だよね。でもあれですね、僕が F3 時代に日本のドライバーなんですけど、高橋翼君っていうんですけど、一回釣ってどこだっけな、モテギかなんかでフォーミュラ3だったんですけど、釣って好スタートしたって言ってました。それやばくねえかとか言ってて、で彼も体質なんですけど、多分トレーニングもしてるんだけど、水分補給ってすごい難しくて、僕結構バーレーンとかね、アブダビとか乾燥地域でレースするんで、結構いろいろ指導を受けるんですけど、そのハイドレーションについてで、まあ知ってる人も多いと思うんですけど、バーって飲んでもダメなんですよ。1時間5分おきにちょび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 ずっと飲み続けるのが一番よくて、その自分の血液中の水分が一定に保たれないといけないんで、一気に飲んだところですぐおしっこになっちゃうんですね。なんでそういうのもすごい敬語使ってます僕は。特にレース、僕ドリンク積んでないんですよ、レース重くなるんで。積んでるドライバーもいるんですけど、重くなるんでというか単にメカニックが面倒くさいからだからだと思うんですけど、積んでないんで、最初のうちに、だからその日が始まった朝起きて、そのうちからもハイドレーションストラテジーはやらないとダメなんですよ。じゃないとレースで最後に持たないんで。そうかそうか、積んでないからって直前にガバガバっと飲んでもダメと。あれは常に水を飲んでる、それともなんかその基本朝とかはちょっと水にレモンとかのそのクエン酸ちょっと入れたりとかして飲んでるんですけど、レース前はそのちょっとカフェイン、ジェルみたいなのがあって、それを飲んだりとかしてやってます。そんなことやったらすごいね。でもそれは僕が全くこう考えてやってるわけじゃなくて、僕のトレーナーがそれをプロバイドしてくれてるんで結構楽。なんかプロテインとか飲んでる人もいるもんね。そうですね。やっぱりその運動してその筋肉ってすぐ消費されちゃうんで、やっぱ僕もレース終わると大体 2,3 キロ痩せるんですけど、それって全部筋肉がなくなっちゃってるんですよね。分解されちゃうんで、やっぱり食べてタンパク質を食べないとどんどん痩せちゃうんです。筋肉はなくなっちゃう。でもほら筋肉じゃなくて脂肪はなくならないでしょ。脂肪は、まあ、そもそもついてないもんね。その後ですね。ここはなくならないんだ。なんかジェントルマンドライバーみんなお腹出てるじゃん。なんか食べ物っすよ。食べ物。あ、食べるもんね。そう。この言ってるイタリアのそのフォーミュラメディシンで講義を受けたんですけど、要はその血中糖度をまあ100、そのある程度を超え、では食べると絶対上がるんですけど、その食べる量をちょっとセーブして、上がる量を少し抑えることで、その血管内のダメージも抑えられるし、食べる回数を増やして1回の分を減らすことによって上げる数値も低くできるんですよ。それを僕やってて。だからその分ける作戦ですよね。だから3回ので食べてた量を5回にすれば1回の食事少し減るじゃないですか、イコールその上がらないんで、それは結構効くと思います。同じ食生活をしててもいいんですけど、それを分けて5回にするとか。ただ太郎さんぐらいになると食べる量が変わらないで回数だけ増えちゃうんですよ。それでもうやばいパターンですよ。それはダメですね。それでいうと一回聞きたかったのは GP2、F2 ホスピタリティのあの食事ってのはどうなんですか？あまりドライバーからはよろしくないけどあれね、もうパスタとピザと野菜じゃないですか。そう、もう太郎さんは大好きなんだけどいやあれね、僕初めて行った時は最高とか思ったんですよ。結構若いドライバーとかこうがっつり食べたりするじゃん。いや僕も食べてますよ。でもね、あれね、シーズンの 1,2 戦目まではいいんですよ。でもね、後半とかもまたこれかみたいな。でもメニュー変わんないし、元に。で、あ、そっか。一皿にね、ぐちゃぐちゃに入れるじゃないですか、みんな。入れるしかないから、あんまり好きじゃないですね。まあでもほら、サラダも野菜もあるし。そう、だからあれもこう気をつけて、そうやればいいんですよ。ね、ほら日本だとほらもう幕の内一択でしょ。そうだね。でもあれじゃないですか、日本も日本で。幕の内ばっかだと飽きるじゃないですか、多分そういうことだと思うんですけど、あれ日本でもドライバーさんもメーカーさんみんなと同じ、いわゆる幕の内とかお弁当なんか知らないです、僕は全然。お昼とかどうですか？日本でそう、スーパーファミラとか日本で。俺どこ行っちゃうんだけど、あ、そう、僕はね、大阪でちょっとお世話になってる人がいて、その人料理めちゃくちゃうまい奥さんで、僕のスポンサーの奥さんなんですけど、その人がね、鈴鹿とか西の岡山とかはお弁当持ってきてくれたんですよ。だからそういうので食べてましたし、僕結構本当にグルメで、グルメっていうかその大好きなんですよ。だからなんかまずいご飯は食べたくないんで。あ、それあれですよ、さっきとのお弁当がまずいって言ってる意味ではないんですよ。そうです。だからお弁当とか唐揚げとか多いじゃないですか。だからああいうのはあんま僕食べないんで、そもそも普段は。どう考えてもアスリート向きじゃないもんね。ないもんね。でやっぱ緊張とかしてたらそんな食べれないし、そういう時はやっぱりなんだろう、パスタとかにすることもあるけど、でも本当に言ったように僕は本当分けて5回にちょびちょび食べてるのがいいかな。体重維持できて。なるほど。ちょびちょびか。ちょびちょび食い。でお腹減ったなって思っちゃダメなんですよ。だからイコールお腹減ったなと思っちゃったらもうトゥーレイト。そのじゃあどうして今まさにお腹減ってるんですけど、その瞬間ヒール。ああ、なるほどなるほど。修行じゃないですか。お腹空いてるじゃないですか。でいきなりご飯食べると血糖値ボーンって上がりますから。そうなんですよ。それが良くないです。もういきなり炭水化物ガーみたいな、咀嚼なしでドーンみたいな。まあでもあれですよ、本当に今が正しいとされてることもなんか来年になったら違うとかってね、いろいろこう変わってから難しいですよね。僕正直思うのは自分の好きなもの食べていいと思うんですけど、まあちょっとある程度こう自制して胃がいいんじゃないですか。例えば僕思うのは、そのなんだっけ、どこだっけな、蕎麦屋さんとか行って蕎麦にライスのセット、これも絶対ダメですよね。ライスのセットじゃなくて、カツ丼のセットですよ。そうそう、ミニそばにカツ丼のセットみたいなのあるじゃないですか。これもう絶対ダメですよ。だって炭水化物プラス炭水化物ですよ。これはやめた方がいいです、本当に。でもなんかほら、なんかピザにパスタみたいなもんですよね。義務感に駆られるじゃないですか。でもね、本当に考えてやったら美味しいもの食べてるのに結構痩せられたりとかする。じゃあ炭水化物も別に悪じゃない、取るのは構わないけど、やっぱり何事もやりすぎはダメですね。まあ量ですよね、量ね。本当に量と慌てんぼうで食べない、急いで食べない。まあそうですね、はい。それはできないんだよね。いや、できますよ。やっぱそのあれです、その何を目標に置くかですよ。ああ、なるほどね。はい。てか目的は何なんですか、そのファンの人に痩せろって言われてるから。いや、なんかこの次の質問で太郎さんへのダイエット指導っていうのがこうちらっと見えたんで、流れの中に聞いてる。まあでも確かにちょっとね、本当にちょっと本当にお腹は出過ぎで。まあ、F1 ライフの中では太郎イコールポテチってしかないです。でも僕思うんですけど、視聴者の人はやっぱそれ変わったら見てくれないですよ。あ、逆にね。そこをやっぱ認知してくれないと。そうしているじゃないですか、芸人でも、芸人の方で。あ、確かに確かに。芸人じゃない。すみません、芸人じゃないです。まあでも健康第一なんでね、やりすぎはよくないから。なるほどね。はい。じゃあ今年もね、ちょっと普通のパドックでいっぱい食べたいと思います。おかわりだけはやめてください。まあおかわりただだけどね。そうそう。一回高いけど、だからやっぱ義務なのよ。だってやっぱりパスタも食べなきゃいけないし、いけないことないですから、ピザも食べなきゃいけないし。朝倉さん大好きですけどね、あれ。カリッとしたカメラマン。そうそうそう。桜井さん絶対行こうってことね。タロさんちょっと F2 行かないっつったら、いいっすよ行きましょうっつって。あれってタダなんですかね。我々はタダですね。あ、そうなんだ。いや、いいっすね、困らなくていいです。それをね、皆さんが作られた人間関係ね、賜物ですから。はい、太郎さんは便乗してるだけです。